カルダノエーダは今年7倍になったことで、時価総額で5番目に大きな暗号通貨となり、ビットコインやイーサリアムのようなブロックチェーンの先駆者を打ち負かしたラリーのメリットをめぐる議論が活発化しています。カルダノの有用性に疑問を呈する会議論者の中には、ギャラクシーデジタル LP のマイケル・ノボグラッツ氏と、キャッスルアイランドマネジメント LLC の創設パートナーであるニック・カーター氏がいます。肯定派は、エネルギー使用量が比較的少なく、ID 管理やガバナンスなどの分野でプロジェクトを進めており、分散型金融、DeFi の成長を利用することができると指摘しています。英国のデジタルアセットブローカーであるグローバルブロック社のセールストレーダー、アレクサンドラ・クラーク氏は、全く新しい経済を約束すると述べています。カルダノの創設者であり IOHK の最高経営責任者を務めるチャールズ・ホスキンソン氏は、彼の会社とより広範な暗号エコシステムについてブルームバーグニュースと議論しました。IOHK はエチオピアの教育省と共同で、世界最大級のブロックチェーンプロジェクトである、世界共通の学生証システムの開発に取り組んでいます。また、順位選択式投票のシステムの開発や、暗号通貨の複雑な問題についての研究をしています。エチオピアのプロジェクトはどうですか？約100万人が参加しています。K から12で、最初のローンチは9月か10月の5日になると思います。目標は500万人の学生を獲得することです。それは最初に普遍的なクレデンシャルシステムとして使用される予定です。つまり、基本的に彼らの成績、学業成績、優等生かどうかなどあらゆることです。人権についてはどのように取り組んでいますか？私たちは質の高い人権を重視しています。中国やサウジアラビアのような政権は、非常に重大な制度違反を犯しています。そこでは、ID ソリューションやブロックチェーンソリューションを構築しても意味がありません。なぜなら、それらのソリューションが悪用され、国民に対する武器となる可能性が高いからです。すべての取引でバランスを取る必要があります。最初に国のレベルを見て、次に事実と状況を確認していきます。場合によっては、その国での長年の努力を捨てなければならないこともあります。最近では、中米のある国との取引を断りました。これは本当にやりたかったのですが、一皮むけば法の支配が悪化していることが分かっていたので、気持ちが乗らなかったのです。しかし会社のビジョンは、世界中のあらゆる人のために世界のシステムを改善することであり、より良いシステムを必要としている場所は、必ずしもベルリンやニューヨークではありません。ですから、少し難しい場所にも行かなければなりませんし、その際には細心の注意を払わなければなりません。今のイーサリアムをどう思っていますか？ビタリックは若いです。彼はその若さと富を、自分のエコシステムにとって正しいと思うことに向けて適用しようとしています。コンセンシスなど、彼と一緒に仕事をしている人たちは確かに大きな会社で、たくさんの人と資金を持っています。そのような勢いがあれば何かが起こるはずです。推測するに、彼らのアップグレード戦略における最も大きな力仕事は2022年に発生し、現在の速度では、おそらく2022年末か2023年初めにはそれを終えるだろうと思っています。テザー社について教えてください。テザー社の当初の前提は、テザーの発行量と同額の米ドルが準備金として蓄えられるというものでした。彼らによると、それは中国のコマーシャルペーパーかもしれないし、貨幣かもしれませんし、誰にもわかりません。通常、600億ドル以上の運用資金があり、その資金を得るために非常に強力な約束をしている場合は、米国の規制を受けることになります。誰かに報告書を提出しなければならず、カストディアンが関与することになるでしょう。また、行動には制限があり、適切なコンプライアンス担当者などがいます。規制当局は、USDC のようにテザーに代わるものがあり、テザーの知名度が低下するまでテザーを攻撃することを躊躇すると思います。リーマンブラザーズが2008年に失敗した時のように、それは暗号市場に多大な損害を与える可能性があります。したがって、それをデレバレッジしリスクを軽減し、
その問題を取り除く必要があります。暗号通貨のライバル関係についてはどう思いますか？過剰主義は基本的に宗教です。サトシの教義があります。15% 早くなるので変更しようと提案しても、聖書にもビットコインのホワイトペーパーにも記載されていないので、それを変えることはできないと結論付けられてしまいます。実際、中立的な人々の参入を妨げています。フォーチュン500社の中には、暗号通貨では何もしたくない。なぜなら一つのブロックチェーンを選んだ途端に、他のすべてのブロックチェーンが攻撃してくるからだ。という企業が複数ありました。IOHK は他にどんなことに取り組んでいますか？ゼロ知識暗号通貨は、私たちの業界では最も魔法に近いものです。誰かがあなたにビットコインを送った場合、そのビットコインが本物で、二重に使われていないことを確認するためには、ブロックチェーン全体を把握する必要があります。しかしゼロ知識証明があれば、その証明をチェックすることで同じレベルの確実性を得ることができます。証明のサイズはキロバイト、ブロックチェーンのサイズはエクサバイトになるかもしれません。スマートコントラクト側とトランザクション側の規模を拡大するには、それが唯一の方法なのです。しかし、人権の保護や内部告発者の保護、結社の自由などを実現できるという点では、非常に優れていると思います。例えば、イランで同性愛者の場合はどうなるでしょうか。捕まると、石打ちの刑で殺される可能性があります。では、どうやって人と出会うのでしょうか。そのためには、何らかのシステムが必要です。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。